どうもマンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。私がいるのは赤い弾丸京急線金沢八景駅です。これから金沢八景駅の一つ先おっぱま駅へ向かいます。おっぱま駅到着です。おっぱま駅は普通電車と特急が停車をします。こちらが時刻表です。平日の朝ラッシュ時間帯7時34分発の特急品川行きに乗車をしますと品川着が8時32分です。電車にもよりますが品川まで1時間弱となっております。駅前はですねだいぶローカルなですね雰囲気は漂っておりますが、駅からデッキでつながるですねビルに京急ストアが入っています。こちら駅前からですねアーケードが続いていきます。このアーケード沿いにですね飲食店等もあります。おっぱまの物件を記事化動画化するのは初ですね。私自身も訪れるのが結構久しぶりになります。車で通ったりとか金沢八景文庫ですねのマンション見るときにありましたけども、降り立つのはかなり久しぶりと。駅から2、3分歩いてきました。こちらおっぱま南町入り口をですね渡りまして通りの裏手入っていきます。これから山へ向かっていきます。今回おっぱまの分譲マンション相場をですねご紹介していくんですが、メインとしましてはですねザ・パークハウスおっぱまをご紹介していきたいと思います。マジ久しぶりでございますので楽しみでございますよ。いやまたのトンネルをですね通っていきます。ザ・パークハウスおっぱま物件概要いきましょう。売り主は三菱地所レジネス。建築の施工主は第一街区が三井住友建設、第二街区以降が藤田です。全体の開発土木とエレベータータワーがありまして、その施工はですね藤田と大宝建設の共同企業体となっています。倉庫数は709個、地上7階の地下1階建て、先ほどの京急線のおっぱま駅からエレベータータワーまでで徒歩10分になります。アドレスは神奈川県の横須賀市おっぱま東町。竣工はですね等によって変わってきますが2012年から2014年となっています。ただでさえですね高低差のある街なども見えております。あちらがですね今回ご紹介するパークハウスおっぱまとなります。あそこまで登っていきます。かなりのですね標高が高い位置にあります。現地の標高の高さとしては59メートルほどっていうところで、タワーマンションで行くともう20階弱相当になってきます。丘上というかもうもはやですね山です。でこちら駅からの道のりもですねまあ決して、まあ、楽なものではないんですけども、道路を作って薄暗いトンネルの改良工事をしたんですね。こういった形でですね、まあ、崖に注意というですね看板も出ているぐらい、とにかくもう崖崖崖です。そんな中でただマンションを作っただけではなくてですね、これから通りますトンネルの改良工事と、あと少し離れたところのトンネルはですね新設もしておりましたので、道もセットにしてのですね開発であったと、まあ、慣れない方だとこの改良後でもちょっと怖いかなとは思いますが、これでも明るくなりました。でこの標高59メートルをですねまるっと歩くのはやはり大変ということで、その途中のところにですねエレベータータワーがあって、まあ、丘上ならぬ山であることをこうカバーしていると、まあ、キャラクターは違うんですけども、以前ご紹介しましたブリリアシティ横浜磯子とですね、まあ、若干似ていますね。これを夜歩くってなるとやはりですね慣れてないとっていう感じはありますけども、その夜なんかもできる限り歩きやすいようにですね再整備をしてくれたと。今歩いていてもですねザ・パークハウス住む方は今の道歩きますので、時間帯にはよりますけども、歩いてる人は結構多いですね。さあエレベータータワーが見えてきました。標高で約59メートルっていうのはあの建物がですねあるところですので、その下のところにですねエレベータータワーがあって上まで登っていくことができます。こちらが配当図になります。パークフォート119個、マウントサイドフォート159個、エアリアルフォート128個、
オーシャンフォート207個、サンシャインフォート96個、合わせて倉庫数709個になります。これから一旦ですね、上にですね、エレベーターで登っていきます。居住者の方以外が利用できる時間は午前10時から午後4時までとなっています。その間はですね、一般開放されていますので、地域住民の方も利用することができます。でこちらに関しては自転車もそのまま乗り込むことができます。それでは上上がっていきます。途中から景色がですね、良くなります。まもなく別世界です。屋上階です。こちら。さあ、久しぶりに来ましたか。テンション上がりますね。いいですね、いいですね、いいですね。別世界ですよ。歩いただけの価値がありますよ。そしてこちらのエレベータータワーをですね、出てそれぞれの塔へですね、進んでいく形となります。で基本的にはエレベーター使いますけども、横に階段もあります。あの下からぐーっと上がってきたわけです。このエレベータータワーでたどり着いたこの付近が標高でいうと59メートルほどと、なので駅から標高59メートルを徒歩だけでってなるともう過酷ですけども、中側の塔でも中庭ですねだったり駐車場を挟むので前面塔までのですね理覚はしっかりとしてるんですけども、眺望の面白さも求めたいのであればやはり外側の塔の方がですね眺望の抜け感があります。もしくは中側の塔でもですねこういった形で前面塔が被らないところも一部抜けてきます。新築時に個人的な検討しているっていうところでいいなって感じたのはですね、この A 棟のパークフォートのですね両面バルコニー住戸でした。で両面バルコニー住戸といってもこの主階後部の南向きの方はですねこの前面塔があるので抜けては来ないんですけども、まあ理覚はしっかりしてるので日当たりはあると、先ほど外側の方が眺望は抜けますってお伝えしたんですけども、あえてこの A 棟のですね両面バルコニー住戸当時いいなと思ったのが、まあ主階後部は最高抜群で中庭を望めます。共用廊下側の両面バルコニー他のですね部屋を主寝室にした場合、朝起きた時に北方面こういった眺望になるんですよ。実際はもっと綺麗です。ちょっと見えにくいんですけども両面バルコニー住戸がですね見えてます。あそこから北方面がですねぐーっと抜けてくるんですよね。あちら下側にですねほんの少し下っ側にあって、あちらも標高はですね、駅からすれば高いんですけども、後ほど行きます、ルネです。こっちのザ・パークハウスの方がより上にある形となります。これからですね、この東側にあります公園へ行きます。車寄せ付近にポストもあるの便利ですね。本数は少ないんですけども、車寄せのとこまで来るバスもあります。公園側に来ました。このマンションの共用施設なんですけども、まあ、大規模マンションですので、ライブラリー、キッズルーム、スポーツアリーナ、カラオケルーム、ゲストルーム、ミニショップ等々ですね、充実していて、まあ、それでいて管理費はですね、平米単価、月額約170円と、コストパフォーマンスもですね、かなり高いものになってます。さらにですね、真横にはこちらの公園もあると。通学校に関してもですね、下側に裏郷小学校がありまして、そこがですね、先ほどのエレベーターホールの入り口のとこからだとすぐです。おっぱま中学校は徒歩15分ぐらいっていうことで、小学校は近いですが、中学校は少々距離はあります。日常の買い物はですね、まあこれ不便ですって言っても怒られないと思います。京急ストア1キロぐらい、1キロちょっと超えますかねぐらいありますので、まあ、車や自転車、あとはまあネットスーパー、でカバーしないとっていうところですね。マンション内にミニショップ入ってますけども、日常の買い物っていうところで行くとまあ不便にはなりますので、そこはですねカバーする必要あるんですよ。まあここのマンション住む方はですね、まあ車持ってる方も多いっていうところになってますので、駐車場はもちろんですね確保できますので、自走式と機械式がですね混在はしているので、
サイズ感は注意っていうところですけども、敷地内駐車場は確保可能です。月額5000円から1万500円となっております。部屋の平均占有面積に関しては75平米超になってます。で、室内の設備使用、ウィークポイントあります。ディスポーザーがないんですね。ちょっとそこはですね、まあ、惜しいなっていうふうにはですね、当時も感じたところです。好みは分かれるところですけども、オール電化マンションになってます。この公園側の塔に関しては、子供がこの公園で遊んでるのをバルコニーから手を触れるぐらいの近さになってますね。まあその分ちょっとわちゃわちゃ感はありますね。新築時の坪単価は約130万円。現在も新築時と同じくらいのですね、坪単価130万円ほどで動いています。まあ便利っていう目線ではもうどうしてももう弱いところになるんですけども、駅からこう登るだけの価値があることは確かですし、その途中にエレベーターホールがあるので、この標高が59メートルって割にはですね、ここまで苦労はないと。まあ途中ちょっと道がですね、狭かったりとかですね、暗かったりっていうところはですね、なかなかとっつきにくい部分はありますけども、まあ価格を抑えて眺望や最高を得たいっていうですね、神奈川県等の方は検討候補の一つにしてみると面白いんじゃないかなと思います。下っていく途中にもですね、公園があります。周辺相場です。ルネ・オッパマ第1街区と第2街区。2012年から2014年地区。オッパマ駅徒歩11分です。新築時の坪単価約130万円。現在の坪単価新築時と同じくらいです。約135万円です。続いてルネ・オッパマ第3街区2017年地区。オッパマ駅徒歩11分。新築時の坪単価約145万円。こちらも新築時と同じぐらいの坪単価約145万円で動いています。ザ・パークハウスオッパマから車で4分ぐらいの距離感です。こちらもこのオッパマの中ではですね、高台の立地になっております。ルネ・オッパマのところの道なんですけども、クルドサックになっているので、ここから抜けて他のとこ行くこともできるんですけども、大きいトラックとかがですね、こう通らないような道になっています。オッパマ駅の今回ご紹介した物件の反対側に関してはですね、駅を出てすぐ登っていく形になりまして、すぐに湘南病院ですね、ぶつかります。この裏手ですね、住宅街となっています。で、基本的に買い物施設は先ほどご紹介した側の京急ストアがある方になりますので、オッパマ駅でもスーパーマーケット等がですね、ある側ではあるんですけど、そこから駅距離がありますからね、買い物はですね、なかなか、ウィークポイントにはなってきます。ということで、今回もご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。いつも貴重な時間、本当にありがとうございます。記事の方、同時公開いたします。動画の概要欄に記事の URL を貼り付けておきます。合わせてご覧いただければ幸いでございます。それでは、失礼をいたします。ありがとうございました。赤い弾丸。